はい、こんにちは。チリのいるです。それじゃあ今日も頑張っていきましょうね。じゃあ、向こう行きます。はい、今日は第17回ということなんですけどね、世界の水産業の丸の1番目となります。水産業ね。まあこの辺りもやっぱり出題率高いですよね。基本的には農業の中でも水産業、日本が絡みやすいのでね、日本も水産国でもありますからね。まあここでちょっとね、表の見方、データの見方っていうところもちゃんと身につけていきましょう。 じゃあ、内容入っていきますね。はい。まあ、全体像はこんな感じになってますね。まず、グラフの1と2というのがあってと。これがもう各国の水産物生産量に関するもので、そして水産物の生産量は、漁獲量と養殖生産量の合計量であると。うん、グラフにおける ABCD があってと。これはアメリカ、インドネシア、日本、そしてペルーのいずれかですよと。うん で、これらのグラフを見て、1から4に答えなさいという問題なんですよね。はい。で、今回に、まあ、やっぱりそうですけど、次数制限のあるものは、区等点も次数に含めなさいと。区等点もちゃんと点も丸も含めるよと。まあ、いうことですよね。まあ、今までずっと含めてきてはいますけど、まあ、ここでまたあえてね、ちゃんと言っときましょうね。さあ、それじゃあ、ここで見てあげましょうかね。グラフの移り変わり。あとはこっちのグラフの2というのもあるんですよね。 さあ、国名選んでみます先にさっさと。今回はそれは答えなくてもいいんですけど、やっぱりそのあたりはね、答えとかないと気持ち悪いったらあらしないですからね。答えておきましょうよ。さあ、ここの A のやつですか。A のやつはここにあるんですよね。ちゃんと問題文もしっかり読むんです。実はこの兄弟の問題は、この図の読み、これを非常に重要視しますが、 ある程度この問題を読んでいってあげると意外とどの国かわかるということはあります。てかまあそのように作ってるようですね。ですのでこの辺りもちらっと見ながら行きましょう。今も記録引いちゃいますけど、英国の北東部の海域はという言い方をしてますね。船体が発達し、潮境があることからっていうのは言い方をしてます。なので A の国はもう絶対にペルーは入んないのは大丈夫だよね。 ペルーの北東部ってもうアンデスしかないわけだから、もう絶対ペルーは入んねえぞっていう感覚ではあります。はい。さあ、まあこういう内容ではございますね。あとはこの B 国の主要な水産物の名称をということで、まあね、この海域の中で主要な水産物、すぐにパーンとして上がっていくものはどれですかいということですよね。で、しかもこの海域の自然条件をということ。この水生生物の 生体に影響を与えるような何かがあるというわけですよ。もうここら辺の内容からこいつはまあ大体ペルーだろうなと。そしてこの海域のやつはエルニーの現象じゃないですかね。海水温が上昇することによって、ここでのお魚アンチョビーが取れなくなるとかね。まあそんなようなもう話は大体決まったも同然なのかなって気はしますよ。大体まあこの辺りで大筋決まってきますよね。 そして、まあ、ここの部分でしょうね。ここですよ。外気で発生する現象。もうこれ L2 の話だろうとかね。まあ、それでもう決まってきちゃうと。そして、このページの表はと、水産物の国別の養殖生産額を示していると。うんうんうん、まあ、次のページということなんでね。まあ、ここは後回しにし言くことにするとして。さあ、ここですよね。ここのあたりで、あ、ガチョーンとこの子減ってるわけですよ。 水産物生産量がガコーンと B、あ、失礼。この D の国は減っていると。まあそこで、こんだけガコーンと減るのは何なのかと。しかも90年を一つ境にしてということですから、もちろんバブルの崩壊。85年から80あ90年。これがまあバブルですからね。で、バブルの時からガコーンと減るということです。まあ国内経済の低迷もそうだし、あともう一つはここに円高が入ってくるでしょうね。 で、ある程度経済が良ければ、どん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 と国内でのお魚、高級魚、マグロ食いてとかそういう話で、ブワーッと消費は増えていくから、漁獲量もそれなりに維持できるんでしょうけどね。だけどバブルが崩壊した後はガコーンと。ね。この国産のちょっとお高いお魚は手が出なくなってくると。逆に円高っていう背景から、もうこれは基本的に輸入が増えてくるって形じゃないですかね。もうこれはまあ明らかに日本なんですけど。まあここの部分で、 輸入。これがまあ増えていくっていうことでもあるわけですよ。まあこれが中止になるとね。なので国内でのこの生産。この日本近海での漁獲量は減っていくに決まってるんだ。逆に輸入量が増えていってると。まあいうふうに考えるんですけどね。どうでしょうか。もうこれはもうジャポンしかないですよね。はい。そしてこの B に関してはギザギザと。まあこれが L27 の減少もあったりして、結構不安定な状況になってますよ。とかね。 そして、あとは、このグイーンというこの上がり具合。この C 国に関してのこの上がり具合は、明らかにこれは経済的に上向いてますよね。あともう一つは、ここもありましたよね。ここの養部、養殖業養殖量っていうのもありましたからね。A のやつを見てあげると、漁獲もあるけど、まあ、養殖もちびっとはあるという感覚。あ、失礼。C ですよね。 C のところはこれですもんね。養殖がちょっと多くなってますもんね。金額的にもね。割合的にも。あ、失礼。割合的にね。この内訳としてと。マントンだから、これ量ですよね。はい。まあ非常にまあ増えてきてると。もちろん養殖するわけですから、ある程度金額の高いものを基本的に養殖すると思いますよ。あまり安いものを養殖してもうま味が少ないですもんね。基本的には需要が高くって、ある程度金額を稼げるようなものが養殖されるということですよ。 なので、国内での消費、お魚の消費も増えてきてはいるけれど、あとは養殖ということ、輸出も増えてるぞいと。まあ、こんなところも、背景として考えてあげて、見事にこれが合致していくのは、もう今更アメリカ経済成長もクソもないですからね。なので、ここはもうインドネシア氏が入りようがないかと。というふうに考えてあげるのです。どうでしょう で、あとはもう、主な輸入と、こっちに残ってるのはあと日本ですからね。あと残ってる部分が、えー、残ってる部分がじゃなくて、えっ、ー、と、ここの部分ですよね。D の主要な輸入でもあるということで、まあ D が、まあこのまま日本で。そして、まあここの C のところがインドネシアでと。まあ A のところがアメリカしかないと。合衆国省きますよ。 まあこんな感じにして、まあ一通り埋まってくるかな。ペルーであって、インドネシアであってという感覚ですよね。はい。まあ、これである程度、国名を選ぶと同時に問題の大筋が見えてくるってもんですよ。ここの部分は日本がインドネシアからもうぶっちゃけエビちゃんですよね。エビを輸入してますよというような方向が見えてくるんでございます。これインドネシアのエビちゃんでしょうね。 あとはこのベトナムなんかもついてますけどね、インドなんかも出ていますしね、ということです。はい。で、あとは中国と、まあ、同じようにこの子たちは新興国でもあるし、どんどんと養殖業増えてますよ。日本向けとかね、どんどん増えてるんですよ。なんていうあらすじが見えてくれば、ここは締めたものなのかなと思います。はい。さあ、それじゃあね、内容的なの見ていきましょう。一応国名がざっくりわかっていることが、まず一段階ですよね。 さあ、それじゃあここ。英国、アメリカ合衆国の北東の海域は、船体が発達し、船体。まあ、かっちょい言葉でバンクって言いますわ。まあ、一般的にはバンクと書く方が普通なのかな、まあ。船体が発達し、潮境。うん、潮目とも言う。があることからと。伝統的な工業場であると。この海域における船体の名称をということですかね。 はい。これを一つ答えなさい。という問題です。まあ、アメリカのところにある北東部とくれば、まあ、ジョージバンクっていうのがあります。でかいのがね。で、あとはこの辺の北東部分の海域として、有名なものは、あと、グランドバンクであるとかね、サンピエールバンクっていうのはあるんです。地図上で、まあ、グランドバンクとか、えー、サンピエールバンクなんか見てみるといいでしょうけどね。国名がね、カナダなんです。そこは。 なので、カナダなので、まあ、ここで該当するのはもうジョージバンクしかないかな、ということで、まあ、ここはジョージバンクだろうな、と判断します。ちょっとね、名称、うん。ここは単発的な内容ですけどね、ジョージバンクと。うん、まあ、しょうがないですね。こういう単発名を答えさせるということです。うん、で、ここで少し気をつけておきたいものがありましてね、 船体ですよね。多分ね、君たちも船体なんだろうかと。ここ水面ね。こんな感じにありましてね。この、だいたい大陸棚のところ。このポコリンちと高まっているこれが船体なんだよね。まあ、ここでバンクって書いちゃうけど。バンク。なのです。 で、この海底のところもね、動きはあります。水の動きがね。まあ大抵は風なんかの動きの水槽流なんかでこの表面の部分が大抵動きますけどね。海底の部分はやっぱり動くんです。で、緩やかですけど、まあ例えばこんな感じにして動いてくるんですな。で、この動いてくるとき、このバンクもね、ピンからリまでなんです。まあある程度、工業場となるときにはある程度切り立ったような感じでね、結構休憩車で上がっていくものが多いようですよ。 でそうすると、ここで駆け上がっていくのを優勝流と申しますよ。優勝流が発生するのです。そうすると、海底に溜まっていた栄養塩類を含むもの。まあ、ここではね、栄養塩類と書きます。 養分がたくさん詰まったものと考えてくださいね、うん。で、これが上に上がってくるのです。で、海の表面という部分はある程度表層は暖かいのでね、このあたりは暖かいので、水温がある程度暖かくて、栄養分が供給されてくると、プランクトン嬉しくなっちゃいましてね、増えるんですよ。まあ結果的にはプランクトン。 発生が起きると。そうすると、お魚たちが集まってくると。美味しそうなのがいっぱい出てくるじゃないかということですね。特にここは植物プランクトンですけどね。その後動物プランクトンが入ってきても植物の餌って感じになりますからね。まずはプランクトン。植物プランクトンが太陽の光も当たって暖かいところ。そこに、北の方から栄養塩がぐぐっと入ってくるという感覚なのです。そしてプランクトンが増えるよと。まあこれがバンクの特徴。で、 あともう一つがこの潮境というのがありますよね。潮目です。これは暖流と寒流が会合する場所。合う、合わさるって書くんですけどね。会合っていうんですよ。こういう場所だと。うん、まずは暖流は暖かいでしょで、寒流は栄養分がたくさんあるんです。寒流の方が栄養分が多いんですよ。我々のベロでもね、本当はまあ、感じられればいいんですけどね。あまり感じませんけどね。人間の舌は。 鈍いので。まあ、例えばさ、まあ、1センチ立方でもいいし、1立方メートルでもいいんだけども、まあ、四角い箱の中にさ、塩類、栄養塩類っていうのが含まれてると考えてくださいよ。ね。この栄養塩類なんかも、冷たい水の塊と温かい水の塊の中では、膨張収縮ありますからね。まずは、ここの温かい水の塊の場合は、一個一個の分子が、まあ、膨張してるんです。ある程度大きいんですよ、こうやってね。 だけど、寒流冷たい流れだと、みんな収縮してるんです。こんな感じでね。そうすると、この同じ箱の中に、どっちがたくさん入り込みますかって意味合いと同じなんです。もちろん、冷たい方がしょっぱいんですよ。栄養塩も多いっていうことになりますけどね。まあ、ベロでは感じないけど、理屈上はしょっぱくなります。はい。という感じにね、寒流の方が栄養分が多いのです。 そして、プランクトン発生は暖かい方がいいと。でも、暖かいところはそれほど養分が多くない。まあ、その単位立方あたりで考えた場合ね。そこで寒流が入ってきて、ワシャワシャワシャと。ちょうどいい具合に増えるという感じなんです。で、今回はアメリカの北東部分なのでね、暖流の名前はメキシコ湾流。そして寒流はラブダル、ラブラドルと。 ラブラドル海流と。ねまあ栄養分が多いっていうのはさ、日本だったらちょうど千島海流がそうなのかなね。千島海流は別名親潮っていうでしょ親潮っていうのは養分がたくさんあって魚を親のように育て育むことができるということから親潮って名前がついてるんだぜ。な寒流なんかは非常に養分が豊富であるということだけは知っておこう。 だけど、冷たい水の塊なので、それほど魚が多く増える要素は少ないんだよね。養分が多いけれどっていうとこなんだ。ある程度でも暖かいと、まあ繁殖しやすいっていうことになるからね。その辺の兼ね合いなんだよ。でね。で、ここのちょうど暖流寒流が合わさってみたり、あとはこういう大陸棚が2つ持っているような場所。これはもうプランクトンの発生にはもってこいなのよね。はい。ということでね、このラブダルの地域もそうだし、 ま、このアメリカのね、北東部分、カナダにかけてなんかは、まあ、漁場としては有名だってことです。で、まあ、ちょっとあともう一つ補足しておくぜ。で、こっちとこっち。まあ、あなたたち気になるのはどっちが強いかみたいなもんだと思うんだよね。どっちがより効果的かとなってくると、これだよ。こっちの方が栄養分は豊富だよ。それは理由っていうのは、ここで水圧がかかってるからね。単なる冷たいだけだったら、キュンという収縮だけで終わるけど、 海底の中に入ってると、ぐっと上からの圧縮もかかってくるから、こいつの方がより養分が多いぜ。ね、なので、この大陸だなのとこのバンクなんていうのは余計に発生が高くなるからね、活性度が良くなるぜ。まあちょっとそういうところでね、海底の部分から上がってくると、ああ、余計に養分が多いんだなとかね、そういうところが分かっていると、締めたもんかなと思いますよ。はい。さあ、一応ここまで補足しておきました。じゃあここでね、回答的なものを見てみましょう。 はい。まあ単純なんですけどね。ジョージバンクとラブラドル、そしてメキシコ湾流、寒流と暖流ね。はい。さあ、よろしいでしょうか。それじゃあ次行ってみましょう。はい。今度は主要な水産の名称、ペルーのとこですね。主要な名産物。ということで、これはもうアンチョビー。アンチョビー、伸ばしても伸ばさなくてもよかったりするけどね。まあ一応、カタクチイワシっていうのもでっかいとしたらあるけども、まあ、 私はし、書く。まあまあ、この辺は好みだけどな。まあアンチョビ、アンチョビアンチョビ伸ばしてる伸ばさなかったり。まあ、このあたりが一番的、一般的なのかなって気がしますね。そして、この水生生物。無水生物の生態に影響すると。海域の自然環境となってくれば、この地域はこれかな。ああ、よいしょと。ここ深いんだよね。ここ。ペルー。ね。 で、普段は、この地域は、貿易風の影響で、暖かい水の塊が、貿易風ね、インドネシアの方向に運ばれていくと。まあ、いわゆる水槽流的な感じだよね。で、ここの部分で、暖かい水の塊がと。の入れとく。よしよしよし。 我々、断水海なんて言い方をするけどね。水の塊ね。断水海、ね。これが、こっちへと。西の方へと運ばれていくというものなんですよ。で、こっちの方に運ばれていくとなってくれば、まあ上から見れば、ペルー海流が南極の方から北上してくるっていうのもあるけど、垂直的に見た場合には、こんな感じかな。ここの部分で補うように、こっちから上がってくるんだよね。もう一つね。 いなくなったところでのこういう回転だよね。グイント。で、ここで優勝流が起きますよと。寒流の部分の養分のたくさん含まれている海流も去ることながらと。ね。ペルー海流、寒流のペルー海流からの栄養園。 ここでは栄養塩類ってもう使いこなそうか。供給。もあるし、ここの海底のところからの有償流による栄養塩の供給もあるのでと。非常にこのアンチョビくんが、ね、繁殖するには持ってこいの回帰なんですよと。まあとにかく栄養分が仕事もありますせという方向で持ってくる。 欲しいのは有償流とペルー海流ね、寒流。ここをしっかりと入れてあげて内容を組み立てることができればいいのかなと思いますよ。さあ、それじゃあここね、模範解答的なのを見てみましょう。で、あとここしっかりね、押さえおくようにね。はい。はい。こんな感じになるでしょうね。まずアンチョビ、アンチョビ、カタクチイワシと、うん。そして寒流のペルー海流や有償流によると。時数がそれほど長い内容、まあ制限はないけどね。 まあそれほど多く書く内容ではないので、まあ実際的にはペルー海流だけでは推しが弱いな。だちゃんと寒流と入れてあげる。そしてあとは優勝流。ここに持ってきたいからだ。栄養塩類の供給が多い地域なんですよと。これがこのお魚が増える要因なんですよということで、こうやって書けてあげたいところだよね。はい、こういうような構成をさせてあげると、非常に自然環境をうまくまとまるのかなと思いますね。 で、この自然環境を苦手とする受験生多いから、まあ、ちょっとこれを機にしっかり理屈を押さえておくといいと思います。はい。さあ、それじゃあね、今日はここまでといたしましょう。しっかり復習ですよ。地図上よく見てね。じゃあ、終わりましょう。はい、お疲れ様でした。授業どうでしたかわかりやすかったですかまあ、しっかりと復習して、自分のものにどんどんしていってくださいね。この考え方を自分のものにしていくってことが、一番、この地理の学習には大事なものですからね。 それじゃあ一緒に頑張っていきましょう。